会場みたいななんか椅子があるって、この後に宣伝部員さんたちがみんなここに座るんだって思ってすごくワクワクして、でももうそのゼップにまたみんなで絶対に今度は宣伝部員さんも一緒に帰ってきましょうねっていうことを7月のライブで約束していたので、こんなに早くみんなとの約束を叶えることができて、すごく夢への第一歩も踏み出せたと思うし、すごくまたここでバハナドさんにライブを楽しむことができて嬉しかったです、うん。行くぜ。
盛り上がったし楽しかったんですけど、やっぱり目の前に宣伝部員さんがいて直接顔を見合わせてライブができるって本当に幸せなことで、なんかもう目が合ったりしてニコッとしてくれると、なんかこっちまでもう気持ちがハッピーになって、すごくたくさん今日はときめきをたくさんもらいました。そしてなんか宣伝部員さんたちと一緒になんか作れるライブって本当に楽しいなと思ったし、なんかやっぱライブっていいなって改めて感じることのできた一日でした。なんか本当に絶対ZEP だって同じ場所だったのに、なんかお客さんがいるかいないかだけですごいなんか違う場所のように感じられて、あの ZEP 羽田の7月にやらせていただいた超特典としてのデビューライブの時は、なんだろう、あのお客さんがいつもだったらいるところにステージがあったりして、その観客生配信ならではのことをやったりしたんですけど、今回はその場所にお客さんがいて、なんかやっぱりお客さんがいるとやっぱりなんか盛り上がるし100倍楽しくなるし最高だなっていう風に感じました。いや、なんか本当にみんなとこうやってまた会って一緒にライブをすることができて会いに来ちゃったんですけど、なんかその歌詞がすごいリンクして、離れててもなんとなく繋がれちゃうような中で大事なものを忘れてしまいそうって歌詞があるんですけど、こう離れててもみんなと配信ライブとかで繋がれてたけど、やっぱり会ったらこう直接気持ちを伝えられたりとか、こうみんなの笑顔も見れて、本当にこう一緒に同じ空間でライブをすることができることがすごく幸せだなと思って、もうみんながニコニコしてて私はそれを見るだけでもう幸せでした。ありがとうございます。なんかリハーサルの時からめちゃめちゃ感情移入して、本当に今日ずっと楽しみにしてたんですけど、本当にこうやって生で目の前でお客さんがいると、なんかより想像してた何倍も楽しくなったし、なんか目が合って笑ったりとか、なんか今まで当たり前だと思ってたことがこうなんかすごい
本当にすごいことなんだなって改めて実感できたりとか、なんかすごいその一緒にいられた時間がすごく楽しかったなって本当に思いました。今日本当に皆さんが目の前にいて、こうやって一緒に盛り上がってくださったりとか、こうやって拍手してくださったりとか、なんかこう目を合わせたらニコッてしてくれたりとか、ペンライト目合ったらラーッとかやってくださったりして、もう本当に本当に幸せで嬉しかったです。でもやっぱりなんかちょっと緊張してたところもあったんですけど、なんか徐々に徐々になんかちょっとほぐれてきて、もうこうやって目を合わせたく合わせたいなっていう気持ちがどんどん出てきて、こう宣伝メイさんのことを見ることができたので、私もちょっと安心しました。こうやってまた一歩段階を踏むことができて、一緒に会って、やっぱり宣伝メイさんがいてくれるっていうことは特別だなって思いました。もう笑顔が見れただけで、もうそれだけで幸せでしたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。アンコールもありがとう。アンコールだったよ。上手だったよ。ありがとう。アンコール。そして今私たち超ときめき宣伝部のニューアルバム、超ときめき宣伝部の初のアルバムを制作中でございまして、こういろんな可愛い曲だったり、あーいいこの曲だったり、めっちゃ勢いあるやんみたいな、いろんな曲をですねレコーディングしている最中でございます。とてもいい曲ですので早くお披露目したい。はい、みんなに聞いてほしい。ピンポン、ちょっと待って、ピンポン、イエイ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 、ちょっとネタバレしちゃいましたね。はい、一人だけネタバレグリーンになる。いやいや、そんなのできませんよ。ダメだよ、怒られちゃうから。はい、ということでですね、そしてここでもう一つお知らせがあります。はい、その発売される、今年の冬に発売されるアルバムの発売日を一部で発表させていただいたんですけど、発売日がね12月23日の水曜日となっております。はい、そしてですね、このアルバムのホームページができることになりました。ホームってアルバムのホームページだけで、ね、すごいよね。皆さんぜひぜひこちらもよろしくお願いします。そしてもう一つお知らせがあります。それでは VTR をご覧ください。どうぞ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 。あ、6段でございます。あ、かわいい、あ、かわいい、あ、かわいい、かわいい、あ、かわいい。はい、あれ、これ
ある。あ、今あれ歌画面言っちゃった。あれある、あれ終わる。あ、ホームページ言っちゃった。今言っちゃった。おはよう、ネタバレ、ネタバレちゃった。グリーンからピンクに。おい、ネタバレピンク。人のこと言えない。よし、ネタバレ担当として。だから私もさ、今 MC でさ、あれなんでおはるこれ言ったら、もう一個なんかあるけど、もう一個なんだっけって思ってた。あれって思って。いや本当にでもあの皆さんが笑ってくれて拍手してくれたのが何よりもあの支えになりました。本当に面白くしてくれてありがとうございました。前回ここゼップ羽田さんで無観客ライブをやらせていただいた時はあのここもねステージになっていて、ここにスクロールがあって、ここにスクロールがあって、ここにスクロールがあって、あの降りて行ったりとかしていたんですけれども、タイムラインがあるそこでスクロールしたの。スクロールあーやっちゃった。最高のときめきを皆さんに届けます。悔しさも嬉しさも全部全部ときめきに変えましょう。かき回して君は選手ハートシェイカー、面倒くさくてだけど最高だこの恋、ドキドキ君のせいだよ、明日はもっと見てる余裕なんてないくらい放っています。どうなったって構わないの、心臓がまた速くなる、ドキドキ捨てるのはなぜ、もっと教えてほしいです。私はもうこうやって皆さんが目の前にいて、こうやってもう目が合うんですよ。もう皆さんの顔が私には見えるんです。奥の方もちゃんと見えてます。本当にありがとうございます。本当にもうメンバーのことも私大好きだし、皆さんのことも大好きです。これからもっともっと宣伝部員さんたちといろんな大きい目標に向かって突き進んでいきたいなっていうふうに思っています。エブリデイ最強説、みんなで作りましょう。日々最強を更新、行くぜ、トゥモトゥモトゥモロー最強説、新しい自分にハローハロー、何を言われたってどうだっていいじゃん、猛烈にもっと攻めちゃおうちゃおう、トゥモトゥモトゥモロー最強説、無限の可能性にハローハロー、やりたいこと全部チャレンジして、ときめき未来証明する、会えない期間がたくさんあったんですけど、その中で作戦のことを初めて知って好きになってくださった方が結構いて、もうなんかこの皆さんと会えなかった期間も全然無駄じゃなかったなって思うことができたし、こうして久しぶりに皆さんと会えて、よりみんなのことが大好きになったし、皆さんの笑顔を今日は見れて本当に最高の一日でした。また皆さんと一緒にライブを作れる日を楽しみに、これからも前に進んでいきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。私たちは
どんなことがあっても前にずっとずっと突き進み続けます。会えなかった期間も本当に応援してくださって本当に本当にありがとうございました。これからも私たちなりにたくさんのときめきをお届けして、皆さんが会えなかった分まで、もう満足したよ、これでもかっていうぐらいのときめきを皆さんに届けたいと思ってますので、これからもぜひぜひ応援してくださったら嬉しいです。私たちは宣伝部さんのことが本当に本当に大好きです。ありがとうございました。こうやって会える機会ができて、もう本当もうメンバーも私たちもときめき不足が宣伝部員さんに会うことで解消されて、もう本当に幸せな気持ちになっています。11月とかもね、12月とかも会えるワンマンライブで決まって、まあね、まあ、こういう状況なんですけれども、一緒に超ときめき宣伝部としての思い出をどん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 これからも作っていけたらなって思っていますので、これからも一緒に私たちのことを応援してくださったら嬉しいです。SNS とかでもねときめきを届けていきますので、いっぱいチェック、そこら辺にチェックよろしくお願いします。これからも応援よろしくお願いします。よろしくです。今日のライブは8ヶ月ぶりの有観客ライブだったんですけど、いつもやっぱり配信とかやってても目の前にファンの皆さんがいなくて、でも今までだったらたくさんいたんですけど、なんだろう、その感覚っていうのがちょっと忘れていたというか、なんかもう今日やったら想像したよりもすごいなんか綺麗な景色で、もっともっとなんかこの状況が良くなっていったら、もっともっとたくさんのお客さんの前でできるのかなって思うと、もう嬉しいっていう気持ちになりました。はい、これからは超ときめき戦です。前に向かってどん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 突き進んでいくので応援よろしくお願いします。今日はとっても楽しかったです。ありがとうございました。皆さんもたくさん出てくださいね。ジュリアちゃんがいた。はい、ラインキューブ渋谷でもまた皆さんと会えるということで、今日会えなかった方もね、ぜひ会いに来てほしいなと思います。こういっぱいみんなに会えてなかった時に伝えたいものだったりとか、みんなに見せたいこうライブっていうのがたくさんあったので、そこでラインキューブ渋谷さんでのライブでたくさんみんなに思うよ届けて、もっと今日よりもパワーアップした姿でステージに立って、みんなにやっぱ特選といる時間は最強だなって、一緒にいる時間が宝物になるように、一生懸命ライブをしたいと思います。なので皆さん待っていてくださいね。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんは。かわいい生写真があるんですよ。お、こちらはですね、はい、今月の19日の水曜日です。どっから19日出てきたしかも水曜日じゃないよ。時物だから水曜日だと思ってた。はい、はい、春のパパの誕生日。あ、そうなんですか。そう、うん、それは19日じゃない。なんで19日が19日が販売なんですね。違うよ、だから販売は21なんだ。で、19はお春のパパの誕生日。はい、じゃあ販売は21日の19時から、はい、あ、そっち、あ、そういうことね。はい、そういうことか。そう、19時から、だから19時を19日って言い間違え。ちなみに春のパパはひよみちゃんを知る。イエーイ。でもね、カナミンとすごいね、せめぎ合う。でもね、事情力は、あ、そうだね、そう、ひよみちゃん推しです。
ありがとうございます、小泉君。はい、ということで早速、うん、あのせめぎ合っている推しが出てきまして、パパがせめぎ合っている推しがね、あ、これでもこれちょっと負けちゃうかもしれない。そうかな。152番いいよ。かなみー、ちょっと21歳、いやこれは何歳だ、もう年齢不詳ですね年齢不詳の大人っぽさが溢れ出てるじゃないですか。何もう何この唇、まあ、出た出た、私の唇シリーズ。どうですか、チューしたいです、チューしたいです、いいですね、やっぱりチューしたいですわ、いいですね、はい、大きな瞳が輝いておりますわ、漫画からボーン、本当ですよあとご相談させていただきます、エアドロップね、エアドロップかい、あーこれおはるさんやばいですよ、やばいですか、推しがこっち見てますよ。147番。何ですか、アンさん。アンさん、いつからこんな表情するようになったんですか。アンさん。ちょっと昔のアンさんも恋しいですが、アンさん。新しい一面のアンさんもやばいですよ。2年前ね、こっち見てますよ、アンさんが。アンさんに見られちゃった、もう推し、推し編するしかないんじゃないですか。もう推しですよ、あなたは。何言ってるんだろう。かわいいですね、アンさん、アンさんに。あっ一歩飛ばしますか、飛ばすな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 、グリーン、グリーンの仕事がグリーンで、そうですね、日和を入れて、かわいくなっちゃった日和取り入れるときもいいと思う、日和取り入れるとかわいくなる、はい、こちらありがとうございます、日和を取り入れたおはる、こちら何番ですか、こちらですね、137番となっております。いや可愛いよね、このあのこの髪型めっちゃ似合ってる、いやそうなんかね、みんなに言ってもらって普通に撮れた、普通に撮れた、いやめっちゃあのこのね、いやなかなかこのモコモコ感、うん、なんていうの、森ガールっぽくない、あーそう、いやおはる似合う、めっちゃ可愛い、こっち見て、あ、いい口入れしてるじゃないですか、注射注射注射すぐ言うの、ちょっといいですか思ってる理解するの遅くないですか、ちょっと熱くなってきちゃいましたね、面白い、じゃあネクストいきますか、あーかわいい、かわいい、なにこのさ、異世界感すごくないこれなにこれ、いくよ、ポンポン、うわスダー聞きましたね、スダー聞きましたね、なんですこのポップさ、うん、なんかアメリカみたい、ウユイシさも兼ね備えた、いや宇宙人宇宙人宇宙人ヘアが超似合うじゃないですか、アメリカにいても絶対違和感、そうそう、アメリカガールって言われてるんですよ、タキシードなんかみんながちょっと大人っぽい感じで、うんうん、日本感あるからね、うん、まとめてるんですけれども、ここでアキちゃんをボーンとアメリカガールに振り込む、しかもアキちゃんこの衣装ともう一個ね、うん、別のジャケットを着てるんですよ、リボンのリボンがたくさんついた、いやでも本当どっちも似合ってて、ね、かわいかった、かわいい、ここ1年生、ここ1ってこ高校1年生、高校1年生カレーかと、カレーかわいいですね、スポーティーが似合うね、似合うよね、うん、何でも似合う、本当に本当になんか多国籍だよね、アメリカジュリアもそうだね、そうそうそう、韓国系もいけるし、そう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 、フランスにもいけるし、ね、そう、いろんな国境を越えた顔、ですよ、うちに2人もいるんですよ、そう、ああ次行きます、飛ばしますか、えいいね俺飛ばしたらもうファンの方悲しんじゃいますよはいはい、日和来ました、151番でございます、なんちゅう顔しとんねん、えなんでなんでちょっと笑っちゃいますよ、いいじゃん、いいじゃん、なんかバブみもありつつ、ま、セクシーさもありつつみたいな、私この時のね衣装がすっごい好きなんですよ、うん、なんか大人っぽい、なんか今まであんま見たことない、うん、そうだよね、あんま
結構シックな感じなんですけれども、すっごい大きいリボンがここについてて、あ、いい唇してますね。本当だ。プルンプルンしてる。どうですか？注意したい。あ、注意したい。あ、じゃあどうぞ。こんな感じで、なんかちょっとね、かっこいい、いつもない大人の感じでやっていただきました。あ、次は？今グミ来たから。あ、来ちゃいましたよ。はいはいはい。148。実はですね、はい、計算式で酒井さんが、そう、計算式でこの可愛さを伝える、はい、いいですか、ね、皆さん S モルド、酒井の S にルールと8の1999、はい、はい、次 A の2乗分母が、ね、A でございまして、はい、あ、目が大きいので A で、アンサーは、はい、答えが出ました。こちらの写真、酒井ひとがでございます。あ、あ、こう、はい、こちらが、ね、酒井ひとがの欲しい。あ、これ大事な時によく使ってます。勉強の時によく使いますね。嘘でしょ。え、これガチガチガチ。え、なんか例えばリンゴが大事にしろって言われたら、あ、やっとくと結構ね、そういうことなんです。はい、皆さんいかがですか。でもね、この可愛さをなんかあるのかと思った。いやもう見て、これもうどこ見てもなんかレッドカーペット歩いてそう。レッドカーペット歩いてます、歩いてます今。どう見たらいいんですか。いいレッドカーペットができましたよ。お、酒井ひとがレッドカーペットができました。あれ一方通行くんのはなんか天然なんで戦力なの。BGM に乗っかって歩いてます、歩いてます。あー、もう誰よりも先にレッドカーペット歩いた女ですよ。さすがでございます。あー、148番欲しいです。これ何の動画。宣伝動画ですよ。じゃあ続いて、あ、なるほど。お、これ女の顔してますよ、ひゅりが。あ、女の顔してますか。164番。お、見てください。されるがままの顔してますよ。はい、酒井さんにもうね、もう釘付けの顔しちゃってますね。あ、おはるさんも可愛い。なんかさ、嫉妬してるみたい。見える、これ見えるよね。これおはる嫉妬してますよ。とかと、もうね、ひよりの関係がラブラブしすぎてて、もうラブラブしちゃって、164万ですね。もうね、ひよりもされるがままの、本当。もうこれ見た瞬間、スタッフさんだったら大爆笑でしたよ。いいんですよ、こういうね、表情を書き出してくれたのも酒井さんです。はい、はい、ということで、はい、生写真ね、はい、21日水曜日から、水曜日、21日水曜日の19時から販売になりますので、はい、チェックしてください。皆さん絶対ゲットしてください。あ、こうか。そこにちょっと、バイバーイ。バイバーイ。幸せ。
幸せ